韓国史第183話「暴食の薪異水を挟んで曹操の本軍と清陵の代表とは次の日同漢の東方で堂々対戦した総軍は三軍団に分かれ曹操はその中央にあった彼が馬を進めると右翼の下降園左翼の曹仁は 共に早鐘を打ち鼓を鳴らしてその威風にさらに規制を加えた「恵比寿の子弔意を恐れずどこへ行こうとするかあらばいでよ人間の道をといてやろう」曹操の言が風に送られてかなたの陣へ届いたかと思うと「おお馬頭の子馬長あざ名はもうき」。 親の仇を今見るうれしさそうそうそこを動くなよとどろく答えとともに人口一斉白まだらな看板に乗って身に銀行をいただき閃光の方を置き採用・青面の若干な人がさっと脳を斜めに駆け出してきた「若大将を打たすな!」と案じてかそれに続く 左右の章には宝徳、馬体、また八器の旗本、少々と靴輪を並べて駆け進んでくる。あれか、馬長とは。近づかぬうちから曹操は内心、一興を期した様子である。文化に遠い北辺の恵比寿勢と侮っていたが、決して彼は未開の異場んではない。いやよ馬長おお、曹操か 何時は国あって、国々の上に神の天使あるを知らぬな。黙れ、天使あるは知るが、天使を犯してことごとに朝廷を傘にき、暴意を振るう族あることも知る。中央の兵馬はすなわち朝廷の兵馬、求めて乱族の名を受けたいか。盗人武田家シートはその方のこと、神を犯すの罪。 天もに許さざるところ甘つさえ罪もなき我が父を害す誰か馬長の旗を不義の乱と言おうぞ」。言うこともしっかりしているこれは口先でもいかんと思ったか曹操は馬を引いて「あのわっぱを生けとれ!」と左右の章に任せた。雨樹と長江が同時に馬長へ踊りかかった。 馬長は左右の遊敵を鮮やかにかわしながら一転馬の腹を高くのぞかせて後ろへ回った敵の利通を槍で突き落としたそして悠ゆ々うゆう槍を上げて「おーい!」と一斉差しまねくと運化のようにじっとしていた清涼の大軍が一度に脳を吐いて押し寄せてきたその重厚な陣 粘り強い戦闘力到底巨都の軍勢の火ではないたちまち駆け押されて総軍は散乱した馬隊法徳は「この手に曹操の襟髪をひっつかんでみせる!」と乱軍をくぐり敵の中軍へ割り込み血眼になってその姿を探し求めたその時清涼の兵が口々に 紅のひたたれを着ているのが敵の大将曹操だぞと呼ばわり合っているのを聞いて当の曹操は逃げ走りながら「これは目印になる!」と慌ててひたたれを脱ぎ捨ててしまったするとなお執拗に追いかけてくる清涼兵が「ひげの長いのが曹操だ曹操のひげには特徴がある!」と叫んでいた曹操は自分の剣で 自分のを切って捨て捨た今日こそはと決して味方の馬隊宝徳よりも先んじて曹操を探していたのはもちろん馬長で父のあだたる彼の首を見ぬうちはひかじと馬を駆け回していたが一人の部下が彼に告げて「ひげの長いのを目当てに探しても駄目です曹操はひげを切って逃げました」と教えたその時曹操は 乱軍の中に混じってすぐそばをかけていたので、その言葉を小耳に挟むと、これはいかん、と慌てたものと見え、旗を取って表を包み、無に無散、鞭を打った。首を包んだものが曹操だぞ。また四方で声がする。曹操はいよいよ魂を飛ばして林間へ駆け込んだ。すると誰か、槍を飛ばしてついたものがある。 運よく槍は樹木の肌をついて容易に抜けない曹操はその間髪に辛くも遠く逃げ延びた「今日の乱軍に絶えず世の後ろを守ってよく馬長の追撃を食い止めていたのは誰だ」「曹操は味方のうちへ帰るとすぐこう尋ねた」「河口園が答えて宗公です」 というとう曹操はさもありなんという顔してうれしげりそうか多分彼だろうとは思ったが先日の罪は今日の功をもって許しおくぞ」やがてその宗公は花公園に伴われて恩を写真に出た曹操は今日の気球を思い出して幾度か死を覚悟したことなど語り出し 自分も幾度となく戦場に臨みまた惨敗を被ったこともあるがおよそ今日のような激しい戦いに出会ったことはない馬長というものは敵ながら存外見上げたものだ決して何時らも軽んじてはならぬ」と戒めた。敗めた。軍を引きまとめた曹操は川を隔てて騎士一帯に酒も木をゆい回し 絞殺を立てて「だりに行動する者は斬る」と群令した検案の秋16年その8月も暮れかけていたが総軍は秋風のもとに関と陣して固く守ったまま一戦も交えなかった「恵比寿の平明また対岸で悪行を放っているなぁいまいましいやつらだ。 剛を煮やした総軍の諸将がある時曹操を囲んで「一体北緯の兵は長僧の術に竹けまた馬のよいのを持っているので接戦となると氷観無比ですが弓石びやなどの技術は彼らのよくするところではありません。一つもっぱら強い弓を持って一戦しかけてはいかがでしょう」と進言した。 すると曹操は逃がりきって「戦うも戦わぬも皆世の腹一つにあることで何も敵の心にあるわけじゃない」と言いそしてまた「下地に背く者は軍閥に処すぞただ部署について守りをかとうし一歩も陣害へ出てはならん」と再度の触れを出した。 曹操の腹を深く察しない武将たちはささやきあって首をかしげた。どうしたんだろういくら馬長に追いまくられて怒りになったからといえ、今度に限ってひどく消極戦法の一点張りじゃないか。そろそろお年のせいかもしれんよ。同弱の大炎を境として、おぐしにも少し白いものが見えてきたしな。花にも人間にも。 清水はある春秋は拒まれぬ果たして曹操にはもうそのような老いが訪れ出したのだろうか。凡人の客観と英雄自身の主観とにはおのずから隔たりもあり信念の違いもある。我老いたりなどとは曹操自身まだ夢にも思っていないらしい,いや そのの肉体や精神の疲れ方などに、若い頃の自身と比べて多分な相違が自覚されてもおそらく彼自身そんな気持ちがふとでも湧く時は強いてそれを抑圧して「まれなお若し!」という血色をみなぎらそうと努めているのに違いなかった数日の後味方の説教がこう告げた。 道館の馬長軍にまたまた新手の敵兵が約2万も増強されたようです。しかも今度の新手もことごとく北の精毛な恵比寿ばかりです。聞くと曹操はなぜか一人大いに笑った。「上将んでお笑いなさるのですか敵が強力になった」と聞かれて。一人が問うと「まず酒盛りして祝おうか」とのみで。 その夕べ、大いに軽がして共に酒づきを傾けた。しかし今度は爆笑たちの方がくすくす笑った。曹操は水眼を向けて、ケイらはよが馬長を打つ計りごとがないのを笑うのであろう。みんな恐れて口をつぐんでしまった。曹操は追及して、人を笑うほどな計策のあるものは。 大いにここでうんちくを語れ世も聞くであろう」と言った皆顔を見合わせた一人女皇は進んで忌憚なく答えた「このまま同官の敵と睨み合いしていたら一年経っても勝敗は決しますまいそれがしが考えるには伊水の上流下流は指物敵も 手薄でしょうから一手は西の保身を渡りまた上昇は川の北から退去して越えられれば敵は前後を顧みるにいとまなく陣を乱して壊滅を早めるに違いないと思いますが上皇の説は大いに良い曹操は褒めてでは今何時に四千の兵を与えるから。 宗霊を対象としそれを助けて先に川の西を渡り対岸の谷合に潜んで世の合図を待て世も直ちに伊水の北を渡って皇后の木を図るであろう」と即座に手はずを決めたそれから間もなく清涼の陣営馬長の手元へすぐ早耳早めの者が。 曹操の方では船いかだを作ってしきりと渡航の準備をしています。という情報をもたらした冠水は手を打って「若将軍敵はついに自ら絶好な機械を作ってきましたぞ」「兵法に言う兵半ばを渡らば撃つべしと」とぬかるな少生八方に患者を放った。 総軍が川を渡る地点を監視していたとも知らず曹操は大軍を三分して伊水の流れに沿いまず一手を上流の北から渡してその成功を見届け「まず守備はよさそうだ」と水際に将棋を据えながら刻々と知らせてくる戦況を聞いていた。上陸したお味方は すでに対岸の要所要所陣屋を組み土塁を構築しにかかっていますすると第2第3と続いてくる伝令が言った今南の方から敵ともお味方ともわからぬ一帯が馬煙を上げてこれへ行きます第5番目の伝令は「ご油断はなりませんご用意あれ」と怒鳴った 白金の鎧白のひたたれを着た大将を先頭にし約2,000ばかりの敵がどこを渡ってきたか逆襲してきますいや後ろの方からですと狼狽して言うその時大軍は川を渡り尽くして曹操の周りにはたった104人しかいなかった馬長ではないか愕然と人々は騒ぎ立ったが 豪福な曹操は「騒ぐな!」とのみで将棋から立とうともしないところへ巨帳が船を引き返してきてその様を見るや否「上昇上昇敵は早くも味方の裏をかいて背後に張っています早くお船へお移りください!」と呼ばわった曹操はなお「馬長が来たとて何ほどのことがあろう」 一を決するまでと自弱としていたがもうその時かなたの馬煙は辺り間近に土砂を降らせて馬長法徳をはじめ清涼の発鬼など猛然百歩のところまで迫っていた「すわ一大事と」と巨長は踊り上がって曹操のそばへ駆けつけ早く早くと促したが。 事の急にいきなり曹操の体を背中へ追ってしまったそして岸辺まで一気に駆け出したが船は漂い出して渚から一を離れていたそれを巨虚は曹操を背に折ったまま「おお!」と叫んでひととびに身を踊らせ危うくも船の中へ乗り移った104人の金次 旗たちはザブザブと水につかって溺れるもあり泳ぎだすもありそこらの小舟やいかだへすがりつきあるいは見境なく曹操そうそうの船へしがみついてくるのもある「たかるな船が傾く!」。虚虚はそれらの味方を竿ではらいのけながら逃げ出したが彗星は急で見る間に下流へ押し流されてゆく。 逃すな、あれこそ曹操清涼の兵は弓をそろえて雨のごとく蘭夜を送った巨長は片手に馬の鞍を持ち片手に鎧の袖をかざして曹操の身をかばっていた曹操ですら九死に一生を得たほどであるからこのほか至るところで曹軍の損害はおびただしいものがあった。 のの流れがたたちちまち赤く変じたのでもわかる。浮きつ沈みつ流れてくる陣馬はほとんど義の兵であったそれでもこの損害はまだ半分で済んでいたと言ってよいなぜならば総軍の敗滅急なりとみてここに異難の兼令、定碑というものが南山の上から 牧場の牛馬を解放して一惨に山から追い出したのである本龍・丹波は止まるところを知らず清涼軍の中へ駆け込んで暴れ回ったいや暴れただけなら何も戦闘力を失うほどでもなかったろうが根が北敵の異変であるから「よい馬だもったいない!」と奪い合い馬を見てはなおさらのこと。 あの肉はうまいと食欲をふるい起こして思いがけない利徳に夢中になってしまったものだったそのために清涼軍はせっかくの戦いを半ばにして角笛吹いて引いてしまったそのころ曹操は北岸へ上がって一息ついているというので義の諸将もおいおい集まってきた巨長は慢心に矢を追うこと 身の起きたようであったが人々の解放を拒んで「上書はおつつがないか!」とそればかり口走っていた「期待には何のご異常もない!」と人々は慰めてようやく彼を陣屋の中に寝かしつけた曹操は部下の見舞いを受けながら甚だしく快活に終始 きょうのきなんをわらいばなしにかたっていたが、そうそう、いなんのけんれいをよんでくれと、ていひをめしよせ、きょう、なんざんのまきをひらいて、かんのぎゅうばをみなおいだしたのはおまえか、とただした。ていひは、とうぜん罪をこうむるものと思って、わたしです。ご処罰をあおぎます。とわるびれずにいって 処分してやると曹操は勇筆を顧みて何か言った勇筆はすぐ一通の分をしたためてきて慟妃に授けた「慟妃悲見してみろ」慟妃が恐る恐る開いてみると「今日より何時を天軍行為に命ず」という事例であった。 邸比は緩急して長くこの異難に兼礼としておりましたのでいささか地理には精通していますどんちの一策をお持ち玉らば光栄これに過ぎるものはありません」と恩に感じるのあまり自分の考えている一計略を進言した一方清涼の馬長は 今日ばかりは残念だったと漢水に向かって無念そうに語っていた「もう一歩で早々手取りにできたところなんという男か早々背中に折って船へ飛び移ってしまった今でも目に見える心地がするが敵ながらあの男の働きは凡夫の技でない」冠水は何度もうなずいて それは道理です。あれは有名な義の一生、虚調ですからね。虚虚というか、お味方に八器の旗本あるごとく、曹操もその旗本の精鋭中の精鋭を選び、これを古衛軍と名付けて、常に親衛隊としていました。その大将に2名の総称を置き、1人は秦国の人、天意と申し、よく、 黒金の重さ80斤もある矛を使って勇猛死林を震わせていましたがその人はすでに戦没して今はおりませんその残る一人が小国の人すなわち強調です強いわけですよなるほどそれではその力はたける牛の尾を引いて引き戻したというほどですからなあ で世間の者は彼をあだなしてこちと言っています。またココオとも言うそうです。そしてまた関水は固く馬長に忠告した。以後はあの男を陣頭に見ても一騎打ちはなさらない方がよろしい。石膏の報告によると曹操の軍はそれからのちしきりと川を越えて 清涼の背後をつこうとする体制にあるとあった冠水は重ねていった「味方にとってここに一つの悩みがあります」「それはこの戦いが延因すると曹操が今の陣地に類合を構築して不落の献上としてしまうことでそうなると容易に遺水を抜くことはできません」「馬長も同感だった」 いかにも攻めるなら今のうちだが軽兵を率いてこの関水が曹操の中軍へ追撃しましょうあなたは北岸を防いで敵兵が川を越えてこないようによくこの本陣を固めていてくださいよし防ぐには自分一手で足りる御身一人では心もとない宝徳をも連れて行かれるがよかろう 関水と法徳とは直ちに清寮の総兵千余旗を選んで深夜から暁にかけて曹操の陣を奇襲したけれどこの計画はまんまと曹操の思うつぼに落ちたものであったかねてこのことあるべしと曹操は異難の兼令から登用した行為定妃の策を用いて 下半の包みの影に沿って仮陣屋を築かせ義兵義器を上並べて実際の本陣はすでに他へ移していたのであるのみならず付近一帯に堀を巡らしそれへ棚をかけてまた上から土をかぶせ落とし穴を作っておいたのを清霊勢はそうとも知らず「うわああ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 あ 感性を上げながら殺到したのだった当然大地は一時に陥没し陣馬の落ちた上へまた陣馬が落ち重なった阿鼻教官助けを呼ぶ声さながら桶の土壌を見るようだったしまった宝徳は手足に絡む味方を踏みつぶしてようやく穴から這い出して穴口から 槍の雨を降らしている敵兵十人余りを一気に突き伏せ「関西関西と呼びながら首相の姿を探していたそのうちに敵の僧人の一家宗英というものに出会った法徳は渡り合って一刀のもとに宗英を切り伏せその馬を奪ってさらに敵の中へ妄想していた。 炭水も穴に落ちてすでに危なかったが宝徳が一時敵を追い散らしてくれたのでその間に途中から踊り出しこれも広い馬に飛び乗って辛くも七を逃れることができた何にしてもこの奇襲は大惨敗に終わってしまった敗軍を治めてから馬長が損害を調べてみると千余旗のうち3分の1を失っていた 数ととしては少なかったとも言えるが、馬長の心をひどくくじいたものはかの旗本八基のうちの丁銀と長王の2人が会えない死を遂げたことだったしかし早期盛んな馬長は「こうなればなおさら曹操がのじんしているうちに激化してしまわねば永久に味方の勝ち目はない」とその日のうちに 第二次襲撃を企てて今度は身自ら先手に進み馬隊法徳を後ろに備えて再び義の野陣を野襲したところがさすがに曹操は百年の総帥だけあって「今夜また来るぞ!」とそれを予察していた馬超の性格と書道の敵の損害の少なかった点から見て 早くもそう悟っていたから馬朝の第二次教習も何の意味もなさなかった六里の道を迂回して清涼の野衆隊が曹操の中軍めがけて不意に突貫してみたところそこは四方に立ち並ぶ旗やのりばかりで幕者のうちには一平もいなかったのであるいやあ空人ださては と、空を撃ってうろたえたンバや毛兵がむなしく引き戻ろうとする時一発の轟音を吐いずに紙面の伏勢が一度に起こって「馬長を生かして返すな!」と指名た清涼軍の一将正義はこの時義の加工園に打たれその他の少子もおびただしく傷つけられた馬長法徳 馬体など火花を散らして善戦したが結局敗退のほかなかったかくて清陵軍と中央軍とは異水を挟んで1勝1敗を繰り返し勝敗は容易につかなかった。